山水、いよいよ登場、超生命体マテリアル、ゲリー素材のミミズ型版、カリフォルニアロールに代表されるボディの太さにテーパーのないノンテーパーワームは、ネゴリグやダウンショットワッキーなどで使用したときに、フックをかけた位置に加えたアクションが、テールまでロールしながら伝わります。このアクションはバスと食欲を刺激する食わせアクションです。他を圧倒する実績を誇る超生命体マテリアルのゲリー素材により、このテクニックがさらに究極のものへとなることが間違いないでしょう。ネコリグはもちろん、ワッキーダウンショット、脳進化、ジュケットなど、あらゆるライトリグに対応しています。ラージマウスバスはもちろんのこと、スモールマウスバスにも食わせの一撃となります。こういったワームです。よっしゃ、よっしゃ。すいません、カメラ班やらせてください。真後ろです。ボックスのすぐ後ろ。濁いだったらごめんね。ジャンプしないんだけど。濁いっぽいな、これ。いや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 。バスじゃないよ。いや、バスですよ。やばい、俺の糸カットるか。ダルンダルンなんで、そのまんま。消えてますね。腹パンパンじゃないですか。ほら、うおー、いくらあるんでしょうよ。キロどころじゃねえよこれ。腹がもうポンポコリンですね。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にいやーすごい、いいファイトでしたね今のは。お、よ、来てる。山田さんの一連の時終わってから、あれ糸ぐんぐんなってんなと思ったんですけど、あんまりにも釣れないからまさかなと思ってて来ました。はい、山ミミズ来ましたよ。ねえ、
ゴンブト、いいサイズでしょうね。いやーこれはね、釣れる。じゃあね、逃がしてあげたいと思います。ヤマミミズフィッシュ、ヤマミミズフィッシュ、はい、というわけで、9月に登場がアナウンスされているゲイリー山本の最新ワーム、ヤマミミズですね。これ小堀嗣彦プロ、監修ということで、今年の初めからですねちょいちょい追いかけているんですけども、先だってね実はまあちょっと春先なんですけども、高滝ダムにね遊びに行った時に、小堀プロにね1本お借りしてたんで、あどうだろうということでね、実はねちょっとね投げて釣っていたんですね。で、まあ春先の定番ということで、リグはスプリットショットリグ、ですね、ヤマミミズがこれかな、まあ、こういう感じのワームなんですけど、ほんと癖のないですね、余分なパーツの、ついていないノンテーパーなストレートワームなんですよね。で、使い方としてはまあネコリグであるとかダウンショットリグとか、そういうのを想定されて開発が進められているワームだと思うんですけども、このワームを見た時に一番使ってみたいなと思った、シチュエーションが春先のあのスプリットショットリグとかライトキャロライナが効くタイミングで、ちょっとタフな状況で投入してみたらどうだろうっていうね、これがねちょっとやってみたかったんですよね。それで、これをですね、エンジンのスーペリオフックにつけて、で、まあスプリットショットをかませてですね、そこをズルズルと、場所は、養老川のね、釣れ線のエリアになってくるんですけども、まあ釣り方的にはね、先輩が魚をかけて、で、それがね、自分の糸に引っかかってしまって、こうズル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 ってうまいことね、引っ張られたんでしょうね。そしたら、食いついちゃっていたっていう、まあ、釣れちゃったっていう感じなんですけども、ただね、かかった魚はね、ブリブリに太い魚でね、なかなか楽しませてくれたんですけども、というわけで、こういった、シンプルな形状をこう、ズル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 ってね、こういう釣り、ね、春先にね、ぜひもんで聞く使い方だと思いますので、来年の春なんかね、ほんと楽しみですよね。っていうことで、あとはね、こちら。今回ね、これ。ヤマミミズね、いろいろな色が出てくると思うんですけども、この前三島湖に行った時にですね、ちょっとちぎれてしまったヤマミミズとかね、小森プロね、大切そうに持っていたんですけど、もしよかったらその切れたやつ分けてもらえませんかなんて言って持って帰ってきてこうくっつけて直してみたんですけど、まあカラーサンプルといった感じですかね。前回ね、夏の三島湖なんかで使われていた時はいろいろな色をローテーションしていたんですけども、印象的だったのがこういった感じの、これね、スカッパノンのブルーフレークみたいなカラーなんです。こう、ちぎれたやつを自分でライターでね、さっきくっつけて、ね、再生しようと試みているんですが、この色すごい当たりが多かったですね。後半は小森プロね、ほとんどもうこのスカッパノンのブルーフレークみたいなカラーしか使っていなくて、このカラーじゃないとミエバスなかなか食わないなんて言っていたのが印象的だったんですけど、こんな色とか、あとはですね、これね、レッドフレークが入っていますけども、なんというか、ミミズっぽい色ですね、やはり。ね。こんな感じの色。これもね、すごいいい色だなっていうことでね、うん、使っていたのが印象的で。あとはこのカラーですね、これ、ね。こんな感じ、これね、三節棍みたいにちぎれていたのを、合体させたんですけども、こういうちょっとベイトフィッシュを意識してる時なんかはこんな感じのね、ワカサギっぽいカラーなんかも効くんじゃないかなっていうね。もちろん冬の定番のブラックなんかもね、準備されているはずなので、こういう感じでね、ガチで釣りにかかるね、カラーはしっかりと準備されているのかなといったところで、
ヤマミミズ、もう間もなく登場っていう感じですよね。それであと動画なんかやってるとあのコメント欄にね、まあこういう形状なんで、なんか似てるワームいっぱいあるよねみたいな感じのねコメントもね、いろいろあったんですけども、自分の感覚としてはね、やっぱりゲイリー素材で、この形っていうのがね非常にね気になっていて、っていうのも例えばサタンテールのワームとかってあるじゃないですか、Gテールサタンとかね、あのサタンワームとか、あとね、ゲイリー素材でもね、サタンワームみたいなやつとかね確かあったと思うんですよね。あそこら辺をね使い比べていくとですね、例えば桧原港なんかでスモールバウスバスを狙うときはやっぱり G テールサターンが釣れるななんていう、状況があったり、ただ霞ヶ浦水系で使うときとか、あと亀山の春先のややこしい、状況のときにスプリットショットで使うときは、なんかまあ微妙なテールのはためきの違いなのか何の差があるのかね、よくわからないんですけど、やはりね、ゲイリー素材のそういう形状のやつの方が釣れるななんていうのがね、実感として覚えていたりするので、まあ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 この手の形でゲイリー素材でで、いろいろなリグが展開できるっていうのはね一つの大きな武器になるんじゃないかなっていうことでね、出てきたらですね、まあ来年の春先にかけてねいろいろな状況で、使い込んでいきたいと思います。まあ、こういう感じでね、一袋お借りすることもできたので、関東のちょっとね、タフな感じのリザーバーなんかでね、いくつか試してみたい釣りなんかもあるので引き続き、ヤマミミズ追いかけていきたいと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ゲイリー山本からですね9月登場がアナウンスされている、期待のニューアームヤマミミズ、これをね春先の高滝湖で使ってみたところを、ナイスなバスが釣れちゃったよってね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。